島のインストラクター山本ヘルトです。2024年、秋冬新製品のご紹介です。こちら押し味がインフィニティモーティブが待望のモデルチェンジです。シマノにはオシアのそのピッチの竿がリミテッド、インフィニティ、インフィニティモーティブの3種類があるわけなんですね。じゃあ何が違うのってなってくるんですけど、まずやっぱり特徴としてはこのロングレングスですよね。6フィート10インチでロングロッドになるので長いストロークのジャークだったり長いフォールっていうのをすごく出しやすく作ってあります。ただロングロッドは疲れる、ジャークがしんどい、重いっていう部分があるんですけど、そこはシマノテクノロジーで今回もきっちりと解消してあります。今回ね、新しくなったモーティブなんですけど、まず、一番コンセプトにしたことっていうのは全てを作り変えるです。今回本当にブランクス全てを、見直して、もう一度このロングロッドのする仕事、何をさせなければいけないのかっていうのをしっかり考える。で、長くてジグが反発するだけの竿なら簡単にできるんですよ。でもロングロッドの分やっぱりしんどくて疲れるっていう部分が出てくるので、その辺もしっかり曲がり方であったりテーパーデザインっていうのをすごく考えて今回も作り上げてきました。でどうしてもやっぱりこうロングロッドになってくるとブレたりとか、なんていうかな、こうよれたりっていうのがやっぱ出てくるんですけど、そこはこれもね、前作と一緒にはなるんですけど、スパイラル X コアとハイパワー X で補強することによってしっかりとロングロッドなのにシャキッとした感じは残してあります。で前回のモーティブのようにシャキシャキしすぎてないんです。今回はしっかりと曲がることをコンセプトに持ってきているので、今回面白いですよ。先上司で操作しながら魚がかかったら同調子になる竿を作ってくれて僕言ったんですよ。これは操作するときにジグを動かすときは指先のように操りたい、でも魚がかかったら視点が先っぽに行ってしまうとしんどいんですよ。だから魚の負荷がかかったら胴を曲げてグリップを曲げてくれっていう要求をしたんですね。それが今回バッチリと仕上がってきてます。本当にこれはね、スパイラル X コアとかハイパワー X があってのことなんですけど、ロングロッドでありながらシャキッとしてるけどもちっとしててしっかり曲がり込んでくれるんですよ。なのでジャークも楽、魚がかかっても楽、先上昇の部分もあるんで感度もすごくいいっていう、本来相反するものをいっぱい詰め込んだような形の竿になってます。ロングロッドでみんながしんどいと思えるようなことは全て取っ払って、ショートロッドのような使い心地でもファーストテーパーは残しながら、次魚がかかったら同調子に変わる可変テーパーみたいな感じで操作がしやすい、魚は上がってくる、人間が楽だよって、なかなかなかった竿を今回実現してますね。そしてですね、おなじみにはなるんですけど、ブランクスの進化を支えてくれるのはやっぱり X ガイドの 3D チタンですね。これね、こだわりが僕すごく大好きで、ロッドの曲がりの邪魔をしないんですね。足がすごく短くできてるんで、ロッドをこう突っ張らせたりとか狙ったこうテーパーで曲げたのにっていうのがガイドが邪魔しない、本当にいいガイドになってます。でいつも言うんですけど、糸抜けがすごく良くて倒れてる分はラインが引っかかるっていうトラブルがないんで、すごくね使いやすいでいて、しっかり強いガイドになってるんで、遠征の時に持って行ってね、ガイドが取れたっていうこともすごく少ない、特に曲がるなんていうことは全然僕感じてないので、すごくね使いやすい、ガイドになってますね。リールシートもね、インフィニティシリーズを使っている方にはおなじみだと思います。フルホールディングシートです。これね、前作のモーティブから搭載されたんですよ。で2代目モーティブももちろんいいリールシートは使用します。これもね、一緒なんですけど、前方が細くなってて後端は太く、持った時に手首がこう中に入りすぎて折れ曲がらないように後端を膨らまして持ちやすくしてあります。でトリガーの方も削り込みを入れてパーミングしやすいように目指したのは、リールが一晩で小さくなるぐらいの握り心地ですね。こっちもしっかり搭載されてます。非常にね持ちやすいグリップになってます。新しく搭載されたロッドエンド、前回は EVA だったんですけど、今回はねカーボン仕様です。軽量で硬質で高感度、脇まで魚からのシグナル、潮の変化が取れるように、今回はリアの方をカーボン化することで軽くいろんな情報が取れるように高感度化されてます。見た目的にもねすごいかっこいいグリップになってますね。発売されるね、番手なんですけど、基本的には、前作と同じですね。0番、1番、2番、3番、4番、5番、6番があります。すいません、今回ちょっと6番の方を時間かけて、作り込みました。ちょっと思ったのにさらにできるまで時間かかってしまったので、ちょっとサンプルが間に合ってません。でも、6番もしっかり出ますんで、少々お待ちください。今回のこの番手の僕の使い分けなんですけど、6点の0番、このロッドは本当シリーズで一番柔らかい、ロングロッドなのにめちゃくちゃ柔らかいっていう部分で、
そうですね、スーパーライトにも使うし、もちろん立ち用ジギングだったりシーバスジギング、根魚ジギングにも使うんですけど、ジグの動きを抑えて使う時なんかにはすごくいいですね。水深の方も大体 4,50 メーターをメインで、前後はジグの動かし方を良くする悪くするっていう感じで使い分けてもらったらいいのかなと思います。ジグの方も基本的には 40g から 130g まで僕は使うようにしています。次は1番ですね。1番はもうライトジギングの中ではもうど真ん中だと思います。で、時としてはスーパーライトの固めの竿としても使ってもらうことができます。こっちも本当に青物から根魚立ち用ジギングの一番ベースになってくるんじゃないのかなと思います。例えば大阪湾の青物ジギングだったり立ち用ジギングまでできるっていう感じ、オールマイティな1番ですね。ロングロッドだけどポールを長く使ったりしっかりしゃくったりということができるんで、近海のメインロッドかなと思います。次は6点の2番ですね。こっちも近海のベーシックで一番よく使う番手にはなってきます。僕の使い方としては、近海の立ちパターンとかね、 40m の立ちパターンで 250g のロングジグを使ったりとか、 160g ぐらいのジグをしっかり飛ばしたりとか、いろんな使い方をしていくんですけど、まあ、基本的には水深 60m ぐらい 70m ぐらいを使ってもらうといいのかなと。この辺の水深とかは潮とかジグのウェイトとか抵抗によっても変わってくるので、ここがおすすめですよっていうものは基本的にはロッドに記入されているので、まあ、僕の使い方なんですけど。で、3番はジギングとしては一番ベーシックになってくると思います。基本的には 60m ぐらいから 100m ぐらいまでをカバーしていくと思います。まず選んでもらうってやったら、大体多分やっぱ2番か3番がメインになってくると思いますね。ちょっと固めのメインロッドみたいな感じですね。で、4番、僕の中では 100m 前後のドテラだったりとか、時にはそうですね、中深海アカムツの、3番を 200m ちょっとぐらいで使うので、 250m より深いところとかでも使えます。なのでこの長さを生かして青物をやる時もあるし、食いしぶった根魚を狙う時もあるし、3番ぐらいからは中深海もどんどん使うようになってきますね。赤ムスとか黒ムスとかもですね。これはだいたい 250m から、まあ 300m 弱ぐらいの中深海とか、 100m 前後のドテラとか、そうですね、 100m 弱の、青物を狙うような早く誘う時とかなんかにもよく使うようになるのが4番ですね。あとね、4番は遠征の一番ライドロッドっていう部分にも僕使うことが多いです。で、5番になってくると、中深海の深め 300m 前後、 120m ぐらいのドテラジギング、100m ぐらいのバーチカルジギングで、僕の場合食いしぶった遠征のロングフォールとか、フォールが長めのワンピッチなんかにはこの5番の登場がすごく多いです。僕の中で結構5番って出番が多いので、まあ、青物中心回大物カンパチジギングなんかでも結構出番が出てくるロッドになってます。で、シリーズでね、一番硬くなる、現在ない緑のラベルがつくんですけど、6番パワー、これはね、本当に、遠征に持って行ったりとか、めちゃくちゃ潮の悪い、赤むつジギングだったり、時には、まあ、金目ジギングですよね。で、僕がよくやってるのはカンパチの 150m ぐらいに 300g から 350g ぐらいを使って、カンパチを仕留めてるってことも多いです。ですので、モーティブシリーズがあるんであれば、そうですね、本当に 20m から200m ぐらいまでを、攻略してもらうような感じで使ってもらうといいかな。で、中深海に関してはそうですね、 450m ぐらいまでいけるような設定になってますんで、まあ、このロングロッドの良さを生かしていただいて、ポールの幅の調整であったりとか、一旦こうちょっともたつかしながらジグをジャークしていくっていう釣りなんかにはものすごく向いてるんで、ぜひね、好きな方はまたモーティブを選んでもらったら、より進化したモーティブが使えると思いますんでね、ぜひ一度使ってみてください。はい、そんなモーティブなんですけど、極端に言うんであれば僕の中で常に持っているメインのロッドではないんですよ。でもこのロングレングスから来る、ロングフォールであったり、一旦こうワンテンポを遅らせたジャークアクションっていうのは、この竿でしか食わせれない魚が絶対にいるんですよ。なのでそういうところには僕はモーティブを使うようにしてます。で、今回、まあ、日本でね、ずっ と、テストを繰り返しながら作り上げてきたんですけど、今回、僕また動画も出るとは思うんですけど、アメリカの方で、実調の方もしています。アメリカに行って、島のアメリカのベニーさんと一緒にこう共演して魚を釣っていくっていうロケもしたんですけど、僕が選んだのはモーティブでした。で、現状としては水深が浅くて、その浅い棚の中で大きいカンパチ、底物を食わしていかなければならない状態だったんですね。なので早くパン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 しゃくったり、短いストロークでいっぱい上げていくと魚食えへんの違うかなっていうのがすごく思ったんですね。なのでモーティブっていう竿を選択して、しっかりしゃくってその分戻せる竿、しかもロングフォールだったり、まあ、ミドルのフォールだったり、フォールを調整できるようなロッドを選んだのがやっぱり僕はモーティブでしたね。めっちゃ魚も釣ってますので
あの動画もあると思うんで、また一度見てみてください。フォールでの、ね、優位性っていうのはこのロッドにしかない部分があります。ですので、これから食いしぶった魚であったり、フォールの効く魚っていう竿にはこのロッドを使ってもらうと一度で釣れるかもわからないですっていうふうに、仕上げてますので、ね、本当にこの新しいモーティブぜひ、ね、一度使ってみてください。